突然でございますが、聖子ちゃんイントロクイズ。皆さんご本当ね、よくちゃんはね、そちらの回答席の方に移りまして、はい、これから一緒に戦っていただくんで参加します。はい、私一人になってしまって、はい、ちょっと心もとないので、ここでスペシャルゲストをお呼びしております。もうイントロのことについては、はい、ミセスイントロと言われてます、ね、ご紹介いたしましょう。吉村麻里さん。これちょっと神ショットじゃない？ね、完璧神ショットだよね。何年ぶりぐらいになられるんですかね。一緒にやる。一緒にお司会をされるんです。もう47年ぶりです。本当？はい。いらっしゃいませんよね。ちょうど僕が生まれた時です。いや、そう。ね、47年ぶり他局ですけど、はい、麻里さんにいろいろ教わりながら、はい、司会を一緒にやったのを覚えてます。はい、でそれ以来なんで、ちょっと成長した私の姿を大根の成長しきった状態でヒット作業でお世話になってるでしょ。お世話になってる方、はい、はい、うわすごい、あ、ほとんどだ、ほとんど、はい、今日イントロクイズをねこれからやるんですけど、はい、今日は歌が間違ってたら、これ不正解になりますから。そうです。曲名だけじゃダメなんですか。ダメダメダメ。歌うの全然ダメ。これ優勝すると麻里さんどういうことになる。優勝するとね、すごいですよ、聖子ちゃんのね、この We Love 聖子っていうね、35年間の50曲全部入ってる。すごい。それをプレゼント。それで僕と麻里さんがイントロこうやりましたら、あの曲が流れる、はい、ということでございます。はい、いいですか。はい、さあ、それでは参りましょう。はい、イントロ Q。 やったやった。夏の扉。ダメ、歌わなきゃダメ。髪を切った私に立ち上がってください。1989年6月8日の1夏の扉です。はい、正解。さあ続いての問題です。まいりましょう。はい、イントロキュー。はい、千秋ちゃん歌って。約束を守れたなら願いを叶えてあげる。1985年2月11日の1位、天使のウィンクでした。大正解。そうなんです、すごいやる気満々なんですけど、なんかすごいみんなの方がすごくて、うん、はい、行きましょう。イントロキュー。やったー。歌ってください。風立ちぬ今は秋、今日から私は心の旅人。14年2月13日の1位、ロックンルージュでした。はい、次は最後の
ないわ。いや、逆転優勝があるんです。え、最後の問題に正解しますと、はい、なんと100点差し上げます。マジで、あんなに歌ってくれやったのに、なんなんだ8を探して。俺が負けたらなんなんだ俺は。終わりよければ締めた演者よ。最後頑張ればいいじゃないか。ありがとうございます。ではラスト問題、イントロ Q。 渚に白いパラソル、心は砂時計よ。やめさせろ。81年8月3日の白いパラソルでした。すごい。なんでそんなに強いんですか。そんなに大好きなんですか。いや、本当にあの、ね、イントロクイズで過去に優勝してるんですよ。だからこの年代の曲だけは強いんです。そう。では120点を確保したヤックンの優勝です。サバンヌリという形ではもう30年ぶり。1位になったあの曲、あの曲、あの曲を今夜はメドレーで披露してくれます。